俺は頑固でね。うん、お前は使えそうだな。戻ってこい。手に入れたな。よし、うん、少し待ってろ。どうだ。大した作業じゃない。それでサプライズって。
何が欲しいんだ。どうせ俺の役に立つものなど出せんだろう。なんだって。俺はな、ただ人が飲み食いして眠るだけの世界に生きてるプログラマーだ。そんな男が喜ぶものは豚の皮か酒瓶5本か。サプライズ、それはなお前との友情だ。なるほど、確かに驚いた。光栄だよ。ま、俺の罠をくぐり抜け守りを突破した。エーデン、互いを信じようじゃないか。報酬はそれだ。わかった、カート。あと、ありがとう。保安官、カートが盗聴器を直してくれた。やれると思ってたよ。けど話に聞いてた以上にぶっ飛んだ男だったな。だろ、ギリギリ踏みとどまってる。俺が孤独を嫌うのはああはなりたくないからだ。次は無線ではダメだ。船に来い、俺の部屋へ。Thank you.
あなた、流浪人なんでしょ？まだ居場所を見つけてないの？あなた、流浪人なんでしょ？まだ居場所を見つけてないの？元流浪人か？女の流浪人は珍しいよね。確かに数は多くない。でもだからこそうまくやれた。誰も私が流浪人だと思わないから。女なら騙したり奪ったりしやすいって考える男連中もいた。私の身体能力とダガーでそうじゃないって教えてやったけどね。それで足を洗ったのか。実を言うと、ずっと何かから逃げてるような感じがしてた。自分自身からかな。ここは大きな町よ。流浪人にも居場所がある。小さな町みたいに過去のことで人を判断したりしない。壁の向こうではどんな人間だったのかとか、放浪して何をしてたのかとか、この町では姿を消すことができる。そうやって私は居場所を見つけた。あなたはどうなの、エイデン。走るのをやめたくならない？いつかそうなるかもな。だがまずはやるべきことをやらないと。でしょうね。けどこれだけは覚えておいて、自分自身からは逃れられない。じゃあ幸運を祈ってる。ようこそ、お客人。何の店？調合と販売だよ。治癒の霊薬から感染者を防ぐ結界まで何でもござるさ。はあ、ペテン師ってことか。ババの前に立つなら敬意を払え。払わなかったら。気にするな。コルブスは少々過保護でね。霊薬とかいうやつのことを教えてくれ。中身は墓場からかき集めた土みたいに見えるが。材料のことかね。どれも希少で強力なものさ。それを調合すれば奇跡が起こるんだ。感染者たちが無我夢中で駆け寄ってくる香りを発するものもあるし、その匂いを嗅いだ感染者が蜘蛛の子を散らすように逃げていくフェロモンもある。拳に炎を宿し、殴るたび敵を燃やすことだって可能さ。原理はともかく、治癒の霊薬には興味あるな。どんな深い傷でも治せる霊薬から、病気に効果を発揮するものまで何だってある。お前のような若者には精力強化剤も。それはいい。正直怪しいが、いくつか試してみたい。値段相応の効果はあるよ。私が保証する。材料は怪物由来か？部分的にはね。希少なクリーチャーに変異が起きると特殊なホルモンが分泌される。それを薬草をはじめとした材料と組み合わせれば、強力な武器も治癒のための道具も作れるのさ。ちょうど今重要な材料を切らしていてね。狩りをしてくれるとありがたいんだが。こいつは行かないのか？俺は使いっぱしじゃねえぞ。コルブス、静かに。あんたがみんなを怖がらせているから材料も客も減るんだ。俺は怖くない。怪物もそいつもな。なら決まりだ。飼ってきた獲物は私が買い取る。いい稼ぎになるはずだよ。何が欲しい？まずは希少なデモリッシャーの脳だ。特別な酵素が含まれている。そんなのどうやって知った？その答えを聞いたら正気を保てなくなるよ。あんたのように強靭で鋼のような精神の持ち主でもね。そうか。で、そいつはどこにいる？かなり大きなデモリッシャーの個体がこの近くで目撃されたそうなんだ。そいつの首を頼むよ。報酬は弾む。デモリッシャーの首だな。
Yeah.
クリーチャーがいた。噂は正しかったな。かなりのデカブツだった。これは大量の酵素を生んでくれそうだね。何を生むって。ババに口答えするな。お前は報酬のことだけ考えてる。はいはい、聞いてもわからないしな。よくやったね。これが今回の報酬だ。次の狩りもよろしく頼むよ。
戦の旗色が変わる。 PK のエンジニアが警報器と電気式トラップを作成中らしい。今日はやけに退屈ね。集中して、無駄話はダメ。別に平気よ。訓練を開始せよ。いいな。ここはピースキーパーの警備区域だ。了解しました。ほら、治ったぞ。声がでかい。壁に耳ありって言うだろ。これは何だと思う？これは三段か、狩猟用の。残念。こいつは卵だ、エイデン。ずいぶん小さい鶏だな。魚の卵だ。正確にはチョウザメのな。カスピ海産だ。本物のキャビアはこれで最後らしい。口の中でとろけるぞ。舌に残るは黒い波、遥か異国の海の味だ。この世は美しいものや出来事で溢れてる。あと麗しの少年少女もな。だが心に遊びがないと気づけない。生きることしか考えてない奴には、例えばマット少佐とかだな。まあいい、いただこう。UV ライトは用意した。なぜ電気が来てないところにライトがいるのか、マットに聞けたか？奴はどうやって自爆作戦を実行する？それが知りたい。これでマットに連絡しろ。 UV ライトはテレビ局で渡すと。マット、ライトが準備できた。了解だ、エイデン。よくやってくれた。保安に振り回されてないか。テレビ局には電気がないと聞いた。ライトなんて持ってって意味があるのか。保安がごねてるのか。心配しなくていい。保安、扱いは心得ている。さすがだな。強権
伝病の犬を近寄らせるなよ。噛もうとしてきたら安楽死させてやれ。エイデン、直接作戦を説明したい。アンテナを奪う方法についてだ。準備でき次第連絡する。ああ、了解。分かったろ、問答無用なんだ。無線から目を離すな。話し合いの連絡はすぐに来るぞ。行け、楽しんで来い。何週間回ってないんだ。